日本一の宝石伝道師、えっちゃんです。よく皆さんから質問をいただくのですが、パワーストーンと宝石の違いって何ですかとか、鉱物やパワーストーンも宝石と同じ強い力を持つものもありますかとか、まず答えは、はい、あります。今回は鉱物やパワーストーンも交えて、地球からの贈り物、宝石についていろいろな角度からお話したいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。パワーストーンも宝石も同じ鉱物です。ただ宝石は希少価値が高いものが多く、値段を考えるとパワーストーンの方が手頃に買えるのではないかと一般的に思われています。確かにそうなのですが、宝石もピンキリです。また希少性のあるパワーストーンが美しい宝石よりも高いということもあります。なぜでしょうね。私も疑問に思うこともあります。宝石には明らかに本物と偽物があります。すぐに見分けがつくものがほとんどですが、中にはプロでもわからないくらい巧妙にインクルージョンまで入れてある合成石もあります。ただ本物は冷たい。石は触った時の体感温度がひんやりとします。もしくは河原や海で太陽に照らされている石は火傷しそうなほど熱いものもあります。また触ってから数秒後には自分の手や体が熱くなったりします。最初わからないと言われている方も、わかるものとわからない石もあり、感覚が目覚めると徐々に分かってくる方もあります。宝石は生きていると感じる瞬間があるのです。実際昔はイミテーションや合成石を宝石として販売されていたこともあるようです。未だにその名残でお母さんやおばあちゃんが持っていたルビーですがとお持ちになる方もお店にいらっしゃいます。戦後合成石が流行り、買われた方の娘さんが引き継ぎ、ずっと宝石と思い続けて大切にお持ちになっていて、今度はお孫さんが引き継ぎ確認しにお店にいらっしゃることもあります。中には本当に子供さんのおもちゃかと思えるようなリングもあります。私も参考までに持っていますが、こちらがルビー、サファイア、エメラルドに見えるルースです。実はこちらは合成石です。この宝石の業界に入った時に、本物のルビー、サファイア、エメラルドと比較するためにあえて合成石として販売しているものを購入しました。当時1つ300円でした。合成石はインクルージョンも何もありません。プラスチックよりもやや触れた感じが冷たいけれど、石というにはそこまで冷たいわけではない。ただ合成石は紫外線ライトに反応するため、中にはビルマ産のルビーかと勘違いされる方もいるようです。こんな風に そしてこちらがやはりリンデンスターと言われる合成のスタールビー。私が10代の時におばからいただいたものです。アメリカのユニオンカーバイト社の一部門リンデエアープロダクツで開発された合成石です。数十年前から製造されているそうです。当時まあまあの値段だったそうですが、おばはずっと本物のスタールビーだと信じていました。また私が住んでいた家の近所のおばさんは婚約指輪でピンクサファイアのリングをお持ちでした。2階から落としても枠は曲がるけど石は大丈夫だからと、修理と石を調べてほしいと言われてお預かりしました。鑑別を取ると合成ピンクサファイアと表記されました。当時にしてみればかなりな金額だったそうですが、この合成石と天然石との見分け方は、まずは天然石は触ると冷たい、ひんやりとします。なのに手のひらに置くとなぜか体が熱くなったりほんわり軽くなったりする。合成石はそこまで冷たくなくて手の上に乗っている、温かさや存在感は感じない、重さもさほど感じません。最近は技術が進んで合成石の中にインクルージョンを入れたりすることもできるそうですが、やはり私から感じる感覚は生きていないというか、石でもプラスチックでもない、ただ物という感じです。その人の価値観の違いもありますが、承知で遊びで身につけるものであるならば、また安価なものであれば良いのですが、そういえば2年ちょっと前でしょうか、偽物の水晶のペンダントを40万以上で買われた方の問い合わせがありました。
宝石であれ合成であれ、人を騙してまで販売するのは悲しいですね。もしかしたら扱う方も知らなかったということもあるかもしれません。本物と偽物を見分けるには、それを伝える人を信じるか信じないかにもよります。宝石を扱うものとして、分かる知識と感覚はできるだけそのままお伝えしていきたいと思います。はい、では石のお話に戻りましょう。鉱物やパワーストーンでもわずかでも温かかったり、心地よい空間を作ったりという感覚を覚える石もあります。ただ大きさの割には、宝石に比べてそのエネルギーを体感するにはストレートに体に入ってこないけれど、小さな原石でも手のひらに差し込んでくるくらいの強烈なパワーを持っている石もある。これは何が違うのか。私が思うに、石の持つ性格と品質だと思うのです。人もそうですね。体が大きいから力があるかどうかはわからないし、その人の徳というか人格としていいものを持っている人や相性の合う人は、自分にとってもとても楽だし、明るい時空間を共有できる。そうなんです。これを波動が合うと言います。お客様から、村上さん一目惚れして買ってしまったと、パワーストーンや宝石をお持ちになる方もいらっしゃいます。いいものはいいとお伝えします。またプロとしてその値段が妥当か高いか、もしくはとても良心的なお店でラッキーでしたねとお伝えすることもあります。石と出会うのは縁だから引き寄せ合うのだと思います。実際私も仕入れたばかりの宝石に引き寄せられて、また来たばかりでその宝石を眺めている最中にお客様が来店されたという場面を何度も経験しています。良い石と良い人は自然に引き寄せ合って出会うようになっている。宝石は人の役に立つために現れると私はそう思っています。また数々の経験から宝石との信頼関係は揺るがないです。石は裏切らない、それは子供の頃からの口癖でした。それだけ純粋な石、そして研磨されて輝き艶や照りを見せる宝石は、人として日々成長する持ち主のために本領を発揮してくれるのです。まっすぐに生きている人は宝石に選ばれる。宝石に住む妖精は生涯あなたに寄り添い、あなたの笑顔のために輝き続けていくのです。最近 YouTube や本をご覧いただいて、公式 LINE にご登録いただく方やご来店いただく方も本当に多くて、心から感謝しています。ありがとうございます。このところ少し気になったのが、ご来店いただいた方やメールでの問い合わせの内容です。ご自分の願いを叶えるとか、マイナスの波動を遮断するためとか、恋愛運を良くするためとかで、お店やネットで結構高額な値段で宝石を購入されている方が思いのほか多いのに驚いています。これでいいのかな、宝石業界こんなでと考えてしまうくらい、ちょっと悪質かなと思えるような販売をしているところもあるようです。そこで今回は、宝石の本物と偽物の見分け方、そして宝石店の本物と偽物の区別を皆さんにお伝えします。この本物と偽物って宝石に限らずあらゆるところでありますよね。今回はご覧いただいている皆さんに本物の生き方もお伝えしちゃいます。どうぞ最後までご覧くださいね。つい先日 YouTube をご覧いただいている方からメールをいただきました。パワーストーンなのに何十万もするかしらと、写真を見て一瞬でそう思いました。しかも天然石ではなくて、悪徳業者といえば悪徳、本当に良くない。でももしかしたら扱っている人も本物の宝石や石を知らないかもしれない。でももし知らないなら、知らない人が販売していいのだろうか。そんな疑問が行ったり来たりしました。買ってしまった後で、でも自分が知らなかったから仕方ないって思う人と、ずっと後悔する人もいますね。これは買われたあなたではない、宝石業界が悪い、パワーストーンとか人生好転するとか、果たしてそう伝えている人が実際に本当の幸せを手にしているでしょうか。俗に言う成功者と言われる人や、自分の人生がこれ以上幸せはないと毎日笑顔で暮らしている人が、そんな伝え方はしません。また一体本当に意思分かってんのと聞きたくなってしまうひどいものを、人生を導くラッキーストーンだと宝石
石以上に高く売っているってどういうこと？と同じ宝石を扱うものとしてちょっと違うんじゃないかなって思います。また中にはそういう悪徳でなくても石の生かし方を知らなくて愛情に満たされるからと石の中座の裏側にハートマークや名前を地金で作っていて宝石に地金が映り込んでいて自由に輝けないと嘆いていると思ってしまうリングやペンダントもありました。宝石の加工というものをわきまえていないお店なんですね。ちょっと子供騙しのこれつけたら恋人がやってくるみたいな加工は大人の宝石が嫌がります。なぜとこういう加工に私は疑問に思うけれどお客様はわからないですからそれにつけ込んだらいけない。もっと宝石を扱うものがしっかりと勉強し宝石と真摯に向き合い人と同じく宝石を大切に思えばその宝石の生かし方輝かせ方どうしたらその宝石が微笑んでくれるかを考えないと宝石に携わるものとして失格です。以前宝石業界の闇という動画で悪の地金がプラチナではないのにプラチナ PT900 と刻印してあったお話をしていますが知らずに仕入れているのか知っていて販売しているのかは定かではありませんが石を扱うもの石のことを知らなくてこの仕事に就くなんて100年早いよとちょっと腹立たしくなってきます。お客様も宝石も大切に思ってこそ伝わるものだとそう思います。この宝石業界の闇のお話は概要欄に貼っておきますのでよかったらご覧くださいね。とにかく心や魂に響く本物の宝石をお伝えしている同業者として宝石を侮らないでほしいと思います。お客様は知らなくて当たり前なのです。だからこそ宝石を伝えるものがまっすぐと伝えてほしいのです。だから私はこの宝石チューブで発信します。本物の宝石が何たるものか。またこちらの YouTube の公式 LINE にご登録いただくと私と LINE がつながりあなたに合う宝石をお選びし写真とメッセージをお送りしています。またいただくメールにお一人お一人丁寧にご質問とかご意見にお答えしています。素朴な疑問でもいいのでぜひご登録いただきメールをくださいね。ただこのところ嬉しい悲鳴なのですが登録者がググッと増えましてあなたに合う宝石をお選びするにはかなり集中力を要するため順次必ずお返事しますのでお待ちくださいね。さて本題に戻りましょう。まず本物の宝石と出会うにはお話します。宝石と出会う時ご自分が気持ちがめいている時はマイナスの波動がマイナスを呼び込み暗い宝石と出会ってしまったり先ほど申し上げた通り悪徳業者というような宝石店に引き寄せられてしまいます。まず心が穏やかで明るい気持ちの時に行きましょう。それでも今のこの気持ちを回避したいと思う時はそのお店が明るいかどうか店員さんが販売に行き急いでないかどうか冷静に判断しましょう。よく遠方から来ていただく方からこれ持ったら私いい縁があるとか自分がやりたい仕事を探しているのだけれどそういう仕事を見つかるとか言われると私が即座にお答えする言葉はこの宝石を持って恋人ができる結婚できる仕事が見つかるって完全に他力本願ですよね。それってご自分がこの宝石に依存しているだけで何の努力もなく自分を磨かずそういう願いが叶うと思うのはこの宝石がかわいそうです。これだけ品質のいい宝石を提示しているのはそれだけあなたの波動が高いそれだけの可能性を持っているということなんです。だったら思いっきり輝いて前に進むいろんな人に会ってみるとことんやりたい仕事めがけて勉強する本を読むいろんな人に尋ねて自分自身の道を開くくらいできるでしょう。そうしている自分にこの子この宝石があなたのために輝いてあなた自身もそれ以上に輝くように応援し始めるのです。それがわからないなら宝石を持ってもただのものにしかならないです。原生利益をむさぼるだけで本領発揮できないこの子はかわいそうです。道を開く意志と努力はあなた自身が切り開くもの、そこにそっと寄り添ってあなたの生きる道を照らしてくれるのがあなたに合う宝石です。だからこそ考えられないような奇跡が起こるといつも同じようにお答えしています。物には全て波動というものがあります。人にはそれぞれの生命エネルギーがあって波動とはそのエネルギーの振動が起こす波のことを言います。高すぎず低すぎず自分を自然に引き上げてくれる高さの波動の宝石があなたと共鳴してエネルギーを高めてくれるとオーラは誰でも見ることができるという動画で先日お話ししましたので波動やオーラという言葉にご興味ある方は概要欄に貼っておきますのでぜひご覧くださいね。波動が共鳴するって出会った瞬間からなんとなく気が合うとか似たような考え方をするとかってありますよね。また元気で明るい人のそばにいると自分まで元気になったり心地よさを感じるとか
あれこれ頭で考えず感じるがままでいい、一目惚れでもいい、心があなたの魂が納得する宝石との出会いが必ずあります。では次は本物の宝石店と偽物の宝石店の違いです。まあ経営者が完全にビジネスでお金儲けだけ考えている方なら宝石以外のものも販売していると思います。本当に心底宝石が好きな経営者は宝石のみまっしぐらでお伝えする会社にするはずです。またお客様がこういうものが欲しいと言うと、あ、それいいですね、私も勧めようと思ってたんですよなんて調子のいい店員さんは無視しましょう。友人でもそうですよね。本当にあなたのことを思ってくれる人はきちんとあなたの判断がいい方向に進むことを願いながらアドバイスしますから、いい宝石を伝えたいと思っている人はきちんとお客様と向き合い、その宝石が果たしてその方に合うかどうか、ずっとつけていただけるかどうか、その宝石を大切にしていただけるかどうかでアドバイスしてくれます。店員さんの良し悪しの判断はそこです。初めの一歩としては、宝石を扱う者は宝石が大好きでないと条件クリアできないと私は思っています。好きというのもいろいろなランクがあるかと思いますが、純粋に好きであれば問題ないです。宝石を物として見ない方なら。また宝石に関しては、本物を扱いお伝えしているものはこれ持ったからどうなる、例えばこの宝石持ったから恋人が現れるとか、この宝石で仕事運が良くなるとか、そう簡単には言いません。宝石の力の奥深さをよく知っているからです。また人の未知数の可能性もよく熟知しているからです。よくこの YouTube や私の本をご覧いただいて、実際に宝石店に勤めていらっしゃる方からメールとかいただきます。実際に自分自身が本当に自分に合う宝石と出会えてない、えちゃんのところに行っていいですかと、もちろん大歓迎です。宝石店の店員さん自らご自分の宝石が欲しいと思うことは、その方は本当に宝石が好きでお客様も大好きだから、これから成長したい思いが半端なく大きいと思うのです。もしもその店員さんが本物の自分のための宝石に目覚めたら、たとえそのお店で働く店員という立場であっても、お客様や会社への影響力って大きいと思うのです。目を輝かせながら宝石を語る店員さんがいたら、話だけ聞いていてもあっという間に時間が過ぎるはずです。宝石ってそんなに魅力的なのかと、そこまで自分を高めてくれる友になるのかと、お一人でもそういう同業の方が宝石に目覚めたら、宝石の方も嬉しいですよね。相乗効果で世界が変わると言っても過言ではないと思います。同業者の方も質問もご来店もウェルカムです。ぜひご自身の成長のために気軽にいらしてくださいね。宝石は商売としてのものではなく、一人一人の心を潤す糧となるものだと体感してみて、皆さんに笑顔で伝えてほしいものです。さて最後に、本物の生き方って何だと思います？私がこれまで YouTube で一貫してお伝えしてきたこと、あなたは宝石のように輝ける存在だということ、必ずピンチはチャンスにつながるのだということ、どんな試練が来てもあなたは絶対に大丈夫だということ、気休めではなく、実際に紆余曲折ここまで生きてきた自分の経験を通して、また霊的な自分を真から受け入れられる自分になったことも踏まえて、まっすぐと人と向き合えること、どこまでも人も自分も許せること、自分らしさを認めて自信を持つこと、見せかけだけの人はすぐに分かります。あなたはあなたらしくていい、悲しい時は悲しいと、辛い時は辛いと言える、怖い時は怖いと素直に言える人でいいと思います。生命の時間が限られている人として今を思いっきり生きる人が、自分らしい本物の人生を送っている人ではないでしょうか。私は宝石伝道師です。そういう本物のあなたに力強く輝き、あなたの一生の友となる本物の宝石を伝え続けます。えちゃんでした。お持ちの宝石で本物か偽物かわからないことってありますよね。以前宝石チューブで、あなたにもわかる本物と偽物の宝石の見分け方をお話しましたが、もっと詳しく教えてとか、こういうことも教えてというリクエストもいただきました。今回は一般の方には分かりにくい宝石の本物と偽物の見分け方や知識をお話しします。ぜひ最後までご覧くださいね。宝石は石なので触ると冷たいです。こちらは合成のルビー、サファイア、エメラルド、内包物もなく、ルビーも紫外線ライトに反応してビルマ酸などの酸化クロムが入っているルビーと見間違う方もいますが、実際は内包物が一切ないので分かりやすい合成です。合成やプラスチックは軽くて冷たくないので温度感で分かりやすいです。
ただし触る前に石のエネルギーを感じてしまってご自身が熱くなってしまうということがありますので、本物と偽物を見分ける場合は冷静に客観的に判断しましょう。とにかくどんな宝石でもあまりに安かったら疑ってほしいです。偽物もしくは中古の可能性があります。ただし前回の本物と偽物のお話で天然石でもないのに何十万もするかしらという悪徳なものは今も昔もあります。お客様は知らなくて当たり前なのです。ですのできちんとした親切な宝石店かこちらの宝石チューブの公式 LINE にて気軽に聞いてくださいね。それでは今回はダイヤモンド、スタールビー、ブラックオパール3種類の宝石の見分け方をお伝えしましょう。ダイヤモンド、一番よく言われる3つの見分け方は、1、紙に線を書いてルースといってまだ枠に留めていない裸石をその上に載せてみる方法です。本物のダイヤモンドは線が見えません。2、息を吹きかけると熱の伝導率が高いので曇ってもすぐに透明に戻ります。3、ダイヤモンドは水を弾くため水滴を落とすと球状の水滴になります。これだけじゃ一般知識でググればわかるって思いますよね。よくこれって本物のダイヤモンドですかというメールをいただきますが、写真だけではわかりません。またそういう方に限ってダイヤモンドが真っ白く汚れていたり写真がピンボケだったり、さすがに判断は難しいです。以前かなりな数のダイヤモンドを仕入れる際に店内で20ピース以上を混ぜてしまったことがあります。きちんとした鑑別官を出て資格があるバイヤーでもルーペや小数点以下2位までしか測れないキャラメばかりでは測れない。そこでスタッフが社長直感で選んでと言われて一瞬後ずさりしましたが、輝きと表情で直感で見て感じて分けました。かなり集中しましたが、その時は必死さが違っていたのかもしれません。それでも念のためそのバイヤーがこちらが仕入れたダイヤも東京で測り直すと言われて預けましたが、そのバイヤーから即座に電話がかかってきました。エスコさんパーフェクトと神経衰弱のようにダイヤとグレードの書いてあるケースを結びつけた時は相当集中はしましたが、その子たちが自分の家であるそれぞれのケースに戻りたいと言っているままに入れました。信じられないと思われるでしょうけれど、その時はお世辞でも何でもなく本当にぴったり合っていたそうです。今考えてもなぜ間違いなく結びつけられたのかも分かりません。それでもダイヤモンドの本物と偽物が分からなければ、やはりきちんとした鑑別官で調べていただくのが一番信頼できます。スタールビー、ルビーをカブションカットし光を当てると6畳の線が出るスタールビー、ちょうど私が二十歳頃におばからいただいたスタールビーのリンデンスタールビーのリングがこちらです。アメリカのリンデン社が1947年にスター効果を合成で作ることに成功したと言われているリンデンスタールビー、6本の線がはっきりと出ますね。こういう合成スタールビーやサファイアは光源がいくつかあるとその光の数分スターが出ます。表面も裏側もツルッとしています。戦後こういう合成石がかなり日本にも出回っていました。翡翠、ルビー、ピンクサファイア、合成の偽物なのに当時のお金の価値としてはまあまあ高額な値段で販売されていました。あるお客様で65年前くらいのものですが、婚約指輪でピンクサファイアを3万円で買っていただいたものだけれど本物ですか、誤って2階から落としてびくともしなくて枠の方が曲がってしまったのだけれどと言われて、お直しとともにソーティングを取ってみました。ソーティングとは宝石の品質や種別を鑑定や鑑別してその結果を記載した証明書のことですが、鑑別書のメモのようなものです。結果は合成ピンクサファイアと表記してありました。確かに割れないはずでした。このことはそのお客様にそのままお話ししましたが、婚約指輪でしたし当時3万円の価値は1956年の高卒の公務員の初任給が5900円だったそうですから、給与5倍としても合成紙ではかわいそうですね。また別の方で家宝だとおばあちゃまにいただいたルビーのリングを大事にタンスの奥にしまっておいた方は、合成ルビーどころかプラスチックのようなもので、地金もプラチナや金どころかシルバーでもなく、おばあちゃまの思い出として大切にされてくださいとそのまま事実をお伝えしました。また目のにグリーンの色染めをして最高品質の翡翠だと言われて買われた方もありました。こういう合成石は戦後買われた方もかなり多く、なかなかの高額の値段で販売されていたようです。
合成石の磨き方はとにかく裏側がほとんど平らにカットされています。どうしても見分けにくければ専門店であればわかると思いますので、お近くの宝石店で聞いてみてくださいね。ただ人には思いというものがあります。たとえイミテーションでも、大好きなおばあちゃんやいつも温かく見守ってくれていたお母さんが身につけていたものは、その思いは大切にしていただきたいと思います。ですので、そういうリフォームを受けたまわるときは、枠にお金をかけないで身につけられるようにしましょうとお伝えしています。ブラックオパール、ブラックオパールは不透明な濃い灰色や漆黒の黒の母岩に様々な色彩がアートのように描かれたような天然石です。詳しく知りたい方は宝石の知識シリーズのブラックオパールを概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧くださいね。オパールの中でも特にブラックオパールは7色の色彩が美しい。また一つとして同じものはないと言えるほど、1万個あれば1万通りの彩色が見られるのです。以前お話ししましたが、ホワイトオパールに裏側をマジックで塗った偽造ブラックオパールもあります。こちらはブラックオパールを横から見た写真です。こちらがダブレットといって、かなり薄い透明なオパールの片面を黒く塗り、黒地の母岩に貼り付けたものです。誰が見ても明らかに貼り付けてあるのが分かりますよね。意外とこういう偽物のオパールを現地で買ってきてしまう方が多いです。こちらが実際に母岩にオパール質がついた原石です。横から見るとオパール質がついているけれども、境目はナチュラルですね。どなたでも分かりやすい簡単な見分け方なので、知識の一つとして覚えていただけたら嬉しいです。宝石は人の心を支えて一緒に輝き続けようというメッセージを伝えるために地球と共に現れたのだと思います。ですが人は愚かで、お金儲けのために偽りの宝石を作り始めました。もちろん本物の宝石を手にするだけのお金がないという方もあるかもしれません。買い手がイミテーションだと承知で身につけるなら、それはそれでいいと思いますが、売り手が偽物で高額な金額で販売するのはどうかと思います。しかも人の不安や悩み、弱みに透け込んで、本当の宝石は温度感は冷たいのに、心と体に熱い息吹を与えてくれます。それを真摯に伝えられる宝石商としての思いと誇りを持ってほしいと願います。はい、3種類の宝石の本物と偽物の見分け方をお話ししました。また偽物とは言い難いにしても、最近は宝石の買い取りが多いです。中古の宝石は本物とはいえ波動が良くないものもあります。中古とかは前の持ち主の思いなどが入りやすく、その宝石にウイルスのように移っていくこともあります。え、そんなことまでわからないよと言われますか？そうですね、私にも確証はありませんが、結果論でいくと、いろいろな経験を通して中古があまり良くない波動を発しているということもあり得ることです。もちろんそういう波動が何もない宝石もあります。要は持ち主の思いや波動によりますから。ホープダイヤもハリー・ウィンストンがスミソニアン博物館に寄贈してから何事も起こりませんね。ハリー・ウィンストンさんって根っからの宝石好きで、宝石の気持ちが分かる方だったんだとつくづく思います。素晴らしい方ですよね。人間の欲望や妬みとかは、素直でまっすぐな宝石ほど入りやすいのです。さらに宝石はどんな人の手を渡ってきたかというのも重要です。仕入れをするバイヤーの人柄や石好きな意気込みとかも、宝石の品質や性格に影響してきます。宝石に携わる人の思いがピュアであればあるほど、石は影響を受けやすいと思います。宝石は地球の大地から生まれ、人の手によりカットされて輝いていく、息づいていく、永遠の命を授かった純粋でかけがえのない存在です。あなたが本物の生き方を全うするために現れた天からのメッセンジャーなのです。